この角度で滑らしてくると、毛先でこのぐらいの外羽ができます。どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前回に引き続き、前回内巻きの動画を作ったんですけど、今回は外羽の動画を作ってみました。で、ストレートアイロンでやる方法なんですけど、多分いっぱいやり方、いろいろあると思うんですけど、この方法は、前回もそうなんですけど、手首をこうひねらないで前回は内巻きにしたんですけど、今回はひねらないで外巻きにする方法になってますので、結構本当にやり方シンプルなので、いつもこうカールうまい、なんかやりすぎたりとか、あんまりつかなかったりとか、うまくカールが出ないっていう方、ぜひこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずは櫛でしっかりと溶かしていきます。次にクレイツさんのハイブリッドストレートで140度でやっていきます。毛束を取ります。だいたい奥行き幅が5センチ程度の幅で取って、少しだけ持ち上げた状態で、この毛束のこの角度と平行に中間ぐらいに挟んであげます。で、優しく軽く挟んだら、そのまま下にグイーッと滑らしていきますね。アイロンの角度は変えない状態で、この角度で滑らしてくると、毛先でこのぐらいの外羽ができます。上の毛束はちょっとダッカールで分かりやすいのでちょっと止めておきますね。で、下の毛束も取り分けて、さっきと同じですね。この角度、髪の毛の角度と平行にアイロンを中間に優しく挟みます。で、ゆっくり下にずーっと下ろしていって、アイロンを外すとこのぐらいの羽ができてます。後ろの毛玉も同様にやっていきます。だいたい5センチぐらいですね。半々でいいと思うんですけど、サイドの部分は半分に分けてるぐらいで、毛束を取って少し浮かした状態ですね。それと平行にアイロンを入れます。で、そのまま下にスーッと滑らしてくる感じ。ここ別に手首ひねってなくても、この状態で下ろしてくるだけで外羽に綺麗になります。こちら側全体的にやっていきますね。後ろの髪の毛も同様に少し前に持ってきて、挟んでそのまま下にぐーっと下ろします。で、後ろの部分はやっぱ結構短くなってきたりもするので、やけどにだけは注意して、もう本当に挟めるところで挟んでもらえたら大丈夫かなと思います。襟足の部分も少し上に持ち上げて、挟んで下に下ろすだけです。それだけで自然な外羽ができます。反対側も同様にやっていきます。まずはしっかりと櫛で溶かして、毛束を取り分けて、少し浮かした状態でアイロンを入れていきます。挟んだらそのままスーッと下に滑らして、外すと綺麗に外羽になってます。次にリレイのフリーバームをつけていきます。このぐらい取って、しっかりと手になじませてから、上から下に向かって毛羽立ちがなくなるようにしっかりとつけていきます。で、この時に少しこう外羽にするような感じでスタイリング剤つけてあげると、より綺麗にツヤっぽくなります。結構やっぱりそのやり方的にも本当にこうシンプルで、挟んでそのまま下下げるだけなんですけど、その挟むこの角度もすごい大事にはなってくるんですけど、もう本当にでもこのままスーッと滑らしたらそのグッと跳ねてくれるので、変にこうやってグイッとやったりとか手首ちょっと回らない方とかもいらっしゃるかなと思うので、本当にシンプルなやり方になってます。ぜひこのやり方で外跳ねスタイル皆さん楽しんでください。それではまた、さよなら。